丈夫。お疲れ様。その人で最後の怪我の手当ても終わった。あとは、あなたアルフィノちゃんでしょ。一体何がどうなっている。ここはわ、これから話すことはあなだが、事実としてあなた方はドン・バウスリーは大罪魁だった。彼がもたらすメオルという無尽蔵の死んだそうね。では私たちはずっとバウスリーに操られていた。少なくとも先ほど私たちに。しかしそれ以前のことは、バウスリーへの評価こそ不自然なものがあった。この都に足を踏み入れ享楽を貪ったのは、その過程で持たざる者を足蹴にしたとしたら、その是非を問うのは私ではない、あなた自身の良心。あなた方の熟れた夢。それでも私はあなた、この世界はもう、伝えるべきことは伝えたよ。さあ、もうここに留まる理由もない。私たちに何かできることはあるか。命を懸けて真実を明らかにしてくれた君たちに少しでも報いることができるなら。私たちバウスリーを追ってグルグカ、あの山に近づくにはブライトクリフ断崖を越えるしかない。悪くない提案だけれど、飛ぶのは極力避けたいわ。安全を図るなら地上。断崖の上には採掘を生業とする。昔は彼らと交易をしていたのだけれど、バウスリーが原始となってからは断崖の上下をつる。なら、その大小工機、あれは専用のタロースが装置を操る。そう動かせばいいって。まあその、はいはいはい、タロースを動かすことなら任せてちょうだ。私の旦那様はアムアレンの鉱山開発も担ったタロース。いや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 、もう何年もやってないんだ。できないの。いや、そう、見てみるだけだからな。期待はするな。おい、誰か一緒に来てくれ。昇降機用のタロースは
かったわね、アルフィノ。私たちも